こんにちは、こんばんは。絵とヒーリングのアート花吹天です。今回は断捨離が難しい、もったいないからは卒業したけれど思い出のものを手放せない、ちょっと重いと感じてるのにという人へ聞いてほしいお話です。安心してください。断捨離というのは何も物を邪魔扱いして排除するということではありませんし、手放すことで思い出の中の人たちも喜んでますよ。今回の内容で参考にしているのは断捨離の第一人者である山下秀子さん、スピリチュアルカウンセラーの並木義和さん、そして大富豪であり幸せになるための目から鱗のヒントをたくさんくださる斉藤ひとりさんです。断捨離、これ年がら年中意識してる人もいるでしょうし、年末特に冬至前になるとよく耳にする言葉という人もいますね。私の憧れの家は閑散として、それでいて温かみのある家です。持ち物はスーツケース1個分くらいと最低限の鍋釜寝具、それで平安な街に雨風しのげて爽やかな家に住めれば最高ですね。実家を出て結婚して第一子を身ごもるくらいまではよく訪問者から、あれ引っ越すんですかって聞かれるくらい物が少なかったですね。でも子供が3人になって物がかなり増えていきました。仕方ないです。しかしごちゃごちゃすればするほどなぜか掃除に手がいかず、体が気だるくなり、自己嫌悪で悪循環でよくキーってなってました。私の親の世代は物のない時代を生きてきたので、もったいない、まだ使える、これ何かに使えるっていう感覚の人たちでした。だから私の実家も夫の実家も物がいっぱいで、物の方が人間より幅を利かせていて、私はそれが嫌で残念で仕方ありませんでした。その反動もあって私は物が少なくて風通しのいい家が憧れです。あとですね、シンプルな部屋の方が創作のひらめきが来やすいです。まあ私の場合はですけど、夫や子供たちのものを勝手に処分するわけにはいかないので、なんとか割り切って自分で手をつけられる範囲のものを断捨離しようとしています。断捨離についてはいろんな人が発信してますね。その言葉を世の中に発した山下秀子さんをはじめ、スピリチュアルな観点から並木義和さん、幸せな成功法則という観点から斉藤ひとりさんと、彼らも断捨離を進めています。斉藤さん曰く、家が使わないものでごちゃごちゃしているとうつ病とか精神的な問題、人間関係の複雑さを招くし、また家の気が滞って貧乏神が住み着くと、ああそれ嫌ですよね。なので片付けるのではなく、まず捨てる、当面いらないもの、自分に適さないもの、心地悪いものを手放すと、余計なものを買わなくなり、あなたの好きなもの、いいものが残っていきます。すると心も体も軽くなり、運気がガゼン上がります。まあこういう情報に触れる皆さんにとっては、断捨離はもう耳にタコですね。きっともったいないからも卒業しているかもしれませんね。がしかしです、なかなか捨てられないもの、手放すのに一段ハードルが高いものは何でしょう。人によるかもしれませんが、実はもったいないと思うものよりも思い出があるもの、大切な人を思い出すものです。捨てようとすると当時の感情が蘇ってきて、その時だけまた一時的にエネルギーが動くんですね。で、ああ懐かしいからまあいっかとなってしまいます。もちろん全部を無理に処分しなくたっていいんですよ。でも実は心の中では、スペースも取るしなんとなく重たいので、すっきり捨てられたらどんなにいいかと思ってたりするようです。例えばお子さんが小さかった時の可愛い服とか作品とかね、あるいは亡くなった方のもの、先祖代々残っているもので、どう処分するべきか判断しかねているものとかあったりしますね。思い出の品、見て手に取って気分が引き上がるものならいいですが、ほとんど見ることもなく
ただ取っておいているだけのもの。あなたや家族の貴重なスペースを陣取っていませんか？それが置いてある場所はちょっと重たい空間になってませんか？物が捨てられない、手放せない。どうしてそうなのかというと、人々は心の奥底にこれを手放したらもう二度と同じものは手に入らないということに恐れを感じるそうです。まだ使えるもったいないものも、昔頑張って自分で買ったものも、人の義理を感じるものも、そして思い出があるものも、そういう心理が働いてなかなか手放せないんです。そういう時は、もしこのまま手放さなかったらゆくゆくどうなるだろう、手放したらどうなるだろうと一旦想像してみるといいそうですよ。子供が小さかった時に着ていた服を眺めながら、ああの頃は素直で可愛かった、あんなことして遊んだな、なんてね。確かにあの日はもう二度と戻りません。でも現実の喜びではなく、過去の喜びにしがみついているのはちょっと悲しいですよね。私も実は子供の服まだ何枚かキープしてます。もしかして孫ができたら親子2代で着せられるぞというのを自分の言い訳にして、思い出が手放せなかったんです。でもだいぶ減らしました。空間をすっきりした方が気持ちが良くて、ルンルンするのも体験済みだし、自分で納得したら次々処分してます。こちらはスリフトショップ、中古屋さんがたくさんあるので、そこに持って行ったり捨てたりします。年内にはありがとうって言ってまた手放すつもりです。山下秀子さんがおっしゃっていましたが、手放した後後悔する人もいますが、後悔は皆さん一時的だそうです。私も昔、亡き母親のブラウスを処分した後後悔しました。無理に捨てなくてもよかったかな、なんてね。でも今はすっきりしてます。思い切れた時に処分してよかったと。これは数年前に感じたことです。もう使わないものとかコンタクトリストなどの断捨離とエゴの手放しって同じだなって思ったんです。というのは、以前私は自分のエゴを手放し瞑想しようとした時、自分のエゴさんを手放すのはまるで自分の一部を路頭に迷わせるような、見捨てるような物悲しい感覚に襲われて手放せなかったんです。過去にこのエゴによって持ちこたえられたこともあった、救われたこともあったと。だからすぐにはエゴを手放す気になれなかったんですが、でも本心では強いエゴは足かせになって自分を苦しくさせるから手放して軽くなりたかった。がしかし、エゴという生き物が何かかわいそうでならなかったんですね。その時はっと気づきました。ああ、私のエゴはハイヤーセルフ、神、高い次元の自分自身ですね。そういう存在に引き取ってもらって浄化してもらおう。そういう存在は実はこの今の私よりも私のことが見えている、自分を理解してくれているんだからと。そう思ったら自分のエゴにありがとうと言って、自分の溝落ちあたりから取り出すイメージをして、高次元存在に挨拶してそれを明け渡したら、スーッと安心しました。またエゴがたまれば安心して躊躇なく手放せると思いました。そうです、並木義和さんもおっしゃっていましたが、断捨離とは別に、それを忌み嫌い排除するということではありません。それこそ統合するんです。手放したものを浄化し、それが高い波動のエネルギーとなってまた循環するんです。大切な人の思い出の品はもちろん、一つ二つ見て気分が上がるものなら取っておいていいと思います。それ以外は感謝して断捨離するのがいいのではないでしょうか。山下さん曰く、先祖が残していったものが物置に眠ったままよりも、それを処分しその場を掃除すれば光が入り、空気が動き、空間が再びよみがえります。そうすることでご先祖さんは大変喜ぶそうですよ。
我々が片付けなかった場所をよくきれいにしてくれたとね。今生きている子孫我々はそうやって気持ちよく軽やかに幸せに生きていくのが使命です。使命は使う命と書いた使命の前に名指しすると書いた使命があります。あなたは指名された。そこから使う命の使命となる。今の時代に生きるあなたはすっきり断捨離して幸せに生きていくべき尊い存在ですよ。良き日の思い出のもの、大切な人の思い出のもの、それらを手放しても彼らを見捨てることにはなりません。自分の記憶から薄れていくという恐れも持つ必要はありませんよ。あなたが重たい波動を背負って前へ進む足が重くなっていては彼らは嬉しくないんです。それは亡くなって向こうの世界に移行した人たちもそうですし、今成長して生きているお子さんたちもです。あなたが軽やかで元気に楽しそうに暮らしていることが何より喜ばれていますよ。あなただって将来向こうの世界に行ったら地上で生きている家族や後の子孫が、ああこれ一体どうしたらいいんだろうなんて判断に困って手がつけられないまま放置される荷物を残したくないと思いませんか。はい、まとめです。もしあなたが断捨離でもったいないからは卒業したんだけど思い出のものが手放せない、ちょっと重いとは感じているが、でも大切な人の思い出が消えていき二度と同じものはつかめないという恐れで手放せないという方、安心して手放して大丈夫ですよ。中には手放して一時後悔する人もいますが、一時のことです。後ですっきり手放せてよかったと思うはずです。断捨離は別にそのものを忌み嫌って排除する冷淡なものではありません。手放したものは宇宙の愛で浄化され、また違うより高いエネルギーとして循環します。感謝して手放せばあなたは軽くなり運気が上がります。思い出の中の人たちは次の世界に移行した人たちでも、今この世界で生きている人たちでも、あなたが軽くなり笑顔で暮らしていることを喜んでいますよ。安心して断捨離進めてくださいね。はい、では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。ではまた。